オワコンだ。そんなことないですって。だから金冠さん落ち着いてくださいよ。なんでそんなへこんでるんですか。気休めはもうたくさんだ。今虫刺されて僕を使ってる人なんかどこにいるんだよ。ちょっとずっとこの調子だもんな。どこのドラッグストアに行ったって僕は常に売り場の端ワンフェイスで置かれてる。でも君たちはどうだ。売り場の最上段を陣取っているじゃないか。僕からすれば君たちなんてもう天井人になってしまったんだよ。ちょ、ウナ、お前もちょっとなんか言えって。はい、玄関さんマジリスペクトっす。相変わらず君はもろこしヘッドなんだね。これっすか。めっちゃ似合うっしょ。僕たちだから金冠さんのこと尊敬してますって。安心してください、全然オワコンじゃないっすよ。思い返せば昔は良かったよ。僕が発売されたのは1930年昭和5年だったよ。昔はさ、やけどの特効薬としてもてはやされてさ、 CM でもチヤホヤされたよ。金冠塗ってまた塗ってで有名になってさ、あの頃は楽しかったな。それが今じゃ惨めなもんだよ。この前なんてさ、子供が僕の前に立ってなんて言ったと思う。なんて言ったんすか。あ、金冠だってヒカキンみたい、パクってんじゃね。だってさ、ヒカキンって誰。いやでもヒカキン知っといた方がいいんじゃないですかね。子供だけだったらまだいいよ。こないだなんてさ、新入社員の登録販売者が僕の箱の成分を見てなんて言ったと思う。え、虫刺されの成分入ってなくない。だってさ、確かにそうかもしれないですけど、それはその人が不勉強なだけですって。そうっすよ、確かに金冠さん抗ヒスタミンとかステロイドとかそういう成分確かに入ってないですけど、神経に直接作用して麻痺させて痒みを感じさせなくする独特の手法じゃないですか。そういうのマジリスペクトっすよ。それにだからさ、そういうところがあるから肩こりとか腰痛にも使えるでしょ。自分にもっと自信持ってくださいよ。確かに僕はさ、皮膚への刺激性が強いからさ、皮膚が敏感な人には使えない。でもさ、昔みたいにさ、ちょっともうちょっとチヤホヤしてもらってもいいんじゃないかな。せめてツーフェイスにしてもらってもいいんじゃなかろうか。まあ仕方ないよな。君たちみたいにどんどんステロイドのラインナップが増えていって、ステロイドが入ってるのがもはや当たり前だろう、君たちって。いや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 、ちゃんと金冠さんもそういうラインナップあるじゃないですか。じゃあ君、その代表的なラインナップ全部言ってみなよ。ほら見ろ、言えないじゃないか。だから言ってるんだよ。だから僕はもうオワコンなんだよ。とにかく金冠さんの良さっていうのはもう使ってみてもらったらわかりますから。こう塗ってね、こうスーッとする感じでもう使ってみなきゃわかんないですからね。もうじゃあ次のお客さんで勝負しましょうね。もう僕たち全力でサポートするんだよな。そうだよね、みんな僕のこと使ってないんだもんね。使ってみなきゃわからないよね。そうだよね、わかった。もう一度ちょっと勇気を出して頑張ってみるよ。じゃあ次のお客さんが来た時は僕を真っ先に推薦しておすすめしてほしいな。それでもいいかい。もちろんす、任せてください。はぁ、早く次のお客さん来ないかな。店長大変です、橋本環奈ちゃんが来てます。何でも虫刺されてかゆみ止めが欲しいとか。あ、やっと次のお客さんが来たんだね。よし、じゃあここは僕が、うっせぇ、おわこまた黙ってろ。